雨になりました秩父宮ラグビー場です。ともに初勝利をかけての一戦を迎えました。ユーズイット、ユーズイットの声です。サイドに行きました。押し込んで、あ、ボールはまだピックできてないか。村上が左サイドを見てます。しかし力で持っていってトライになりました。結局フォワード力で攻めていきました。まあ、狭いスペースでしたけどもねじ込んできましたね。そうですね、佐賀工業ですけども、はい、佐賀工業ので花園出た時に新聞記事に、エグザイルステップって言われていた。ちょっと意味が分かりませんけど、エグザイルのバックダンサーをしてたんで、小学生の時に。そうなんですか。はい、じゃあもうテレビに出て踊りまくってたんですね。テレビに出たかどうか分かんないですけどライブとかではやってたみたいですね。でもしかしたら今日は切れ味鋭いランがステップが出た時はね、はい、見たいと思いますけど。お、素晴らしい、ね、やはり成功率 100% 継続です。ペナルティーになりました。一番サイドか、加藤浩志のサイドが取られました。それはこう質問状を出したって言ってましたね。なぜその取られてるのかって持ち込んだトライですね。早く持っていきました伊藤大輝です。ラインアウトからやはりここの形は釜石持ってますね。西野義信が当たります。4番、ああ、何だ、6番か。岬です。6番、7番が躍動してますね、金石。うわ、前で激しいプレッシャーです。はい、アグリーです。で、胸からのずり上がり、危険度は高いので、イエローカードです。はい。大内が10分間の審判です。なのか。はい。さあ、ナイト。ベンジャミン・ニーニーが持って、この後サイド抜けた。待っていきました。コーナーです。いや、ここに来たらモールで行く、そしてトライ取るというところまで形持ってます。ベイリーが前に出ました。これゲインです。抜けた。外した。ステップ。捕まえた、捕まえた。タツモのタックルです。1回1番の述べた。引きつけてくれます。さあ抜いた、モーガン・ミッチェルです。前に出る、走って、ドロップした、モーガン・ミッチェルでした。最後相手のタックルをステップでかわすような動きがありました。カードを使いましたね。もう自然というところでは何か釜石も共通項ありそうですけどね。22点目、後半最初のトライです。決まりました。追加点です。65分です。なんとかですが、今も山田にきちんとされかけました。赤のノックオンアドバンテージ、山田のノックを見ています。アドバンテージ、アドバンテージオブ。ベリーはまっすぐ出ました。前が空いたか、ベリー外側ステップ外した、今度は外に1枚入ってきました。待っていった、関東信孝のトライになりました。釜石ちょっとキックが短かったですかね今の。そうですね、まあ、短いもう狙ったんですよね、はい、狙ってバウンドを合わせて取れたらっていうところだったんですけど、ギャップ抜いた、サプローチ、リースピョンが前に出ました。まっすぐリースピョン、あ、抜けるリースピョンですが、そして今ホーンが鳴って、キャメロンがメインスタンド側のタッチに出して、そして長いホイッスルが鳴りました。今シーズンの釜石シーエルス、嬉しい嬉しい初勝利が来ました。ボーナスポイントも取って30対3。
この両チームの対戦は釜石シーエーブスが勝利を収めています。三崎も良かったですけども、今日はもう両フランカー2人で上げてもいいかなっていうぐらいのね、うん、活躍を見せました。まあ、コーロも渋い働きを見せてよく仕事しました。いやそうですね、今日の一戦は30対3で釜石が今シーズンの初勝利を挙げています。リーグワンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。これからも楽しんでいただける動画をアップしていきますね。